皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。皆さんはフジテレビ系の番組に多く出演した人気女子アナウンサーの海藤愛子さんを覚えていますか？2005年4月1日からフジテレビ系情報番組目覚ましテレビの4代目お天気キャスターを務め、2007年にはオリコンの好きなお天気キャスター気象予報士ランキングで3回連続総合2位を獲得しています。同ランキングの2008年6月26日発表分では総合1位を獲得しました。そんな海藤愛子さんですが、ある時を境に急にテレビで見ることが減ってしまいました。これにはある番組での海藤さんの言動が原因だと言われています。今回は海藤愛子さんがテレビに出なくなってしまった理由についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは海藤愛子さんのプロフィールからご紹介します。本名海藤愛子、生年月日1984年1月25日、身長158センチメートル、血液型 B 型。海藤さんは栃木県真岡市で生まれ、千葉県四街道市で育ちました。父親は会社員、母親は元銀行員の専業主婦。兄弟姉妹はおらず一人っ子です。幼い頃からアナウンサーに憧れていたそうで、小学校時代は放送委員会に所属していました。中学受験を経て渋谷教育学園幕張中学校高等学校に進学、高校2年生の時にはニュージーランドに10ヶ月間留学していた経験もあります。高校卒業後は早稲田大学第一文学部に入学、人文専修で異文化コミュニケーションを学んでいたそうです。2004年アナウンサーの勉強をしている際に知り合った友人の紹介でセントフォースに所属。2005年4月1日からフジテレビ系情報番組目覚ましテレビの4代目お天気キャスターを務めています。2009年3月30日には目覚ましテレビにおいてお天気キャスターからエンタメ部門の情報キャスターに担当変更。2009年12月4日オリコンの好きな女子アナランキングで3位を獲得。好きな女子アナ、好きなお天気キャスター、気象予報士の2つにランクインしたのは史上初の快挙で、現在でも海藤愛子さんのみとなっています。2013年2月には NHK の生放送番組双方向クイズ天下統一において MC を務めており、これがフジテレビ以外のテレビ局では初出演となりました。その後は TBS の長澤くん、日本テレビぐるぐる99と多系列局番組出演が解禁されています。海藤さんはフジテレビでの仕事が多かったのですが、フジテレビのアナウンサー試験では不合格だったのはご存知ですか？海藤さんは大学3年時に受けたフジテレビのアナウンサー採用試験では最終面接の一歩手前まで進んだものの、面接官に一般職の方がいいんじゃないと言われ、ショックで泣いてしまったそうなのです。面接だから明るくしなきゃと思って笑いながら泣いてと振り返り、面接が終わっても涙が止まらず、フジテレビのトイレで泣いて、アクアシティのショッピングセンターのトイレでも泣いて、収まったところで帰りましたと当時のことを語っています。こうしてフジテレビの採用試験には落ちてしまいましたが、アナウンサーの勉強をしている際に友人に紹介された芸能事務所のセントフォースに所属し、その後紆余曲折を経て面接では落ちてしまったフジテレビの目覚ましテレビ朝のお天気お姉さんとして芸能界デビューを果たしています。その後は人気女子アナウンサーとしての地位を確立し、さまざまな番組にも出演するようになった海藤愛子さん。順風満帆に見えた海藤さんでしたが、ある番組での発言をきっかけにテレビ出演が激減してしまうのです。それは2011年に「笑っていいとも」に出演した時のこと。海藤さんは母親との旅行で訪れた韓国で怖い体験をしたというエピソードを披露したのです。海藤さんと母親はタクシーに乗ったそうなのですが、告げた行き先とは全く違う暗くて人気のない場所に連れて行かれそうになり、怒って下車したので事なきを得たものの、とても怖い思いをしたというものでした。しかしなぜか話し終わった後、現場は微妙な雰囲気になってしまいます。その理由はスタジオには当日ゲストに当時の韓国の人気グループ東方神起がいたためだったのです。 MC だった元 SMAP の中居正広さんがさりげなく
どこの国ですか？と聞き返し、なんとか違う国名を言わせようと促したようなのですが、海藤さんはその微妙な空気に気がつかず、再び韓国ですと言ってしまったのです。これが後に、韓国を侮辱している、韓国批判発言、などと言われるようになってしまいます。海藤さん自身は韓国そのものに不満を述べたわけではなく、あくまでもタクシーで怖い思いをした、という話をしただけだったのですが、なぜかこのような伝わり方をしてしまいます。さらに時代背景として、東方神起がゲストとして来場していたことに加えて、当時は韓流ブームで韓国系グループの人気最盛期でもあり、フジテレビは全局を挙げて韓国を推していたということもあったようです。そのような背景の中で編集することができない生放送の笑っていいともないで韓国の株を下げかねない発言をしたことで批判を食らってしまったということのようなのです。この時のものと思われる海藤さんがスタッフから説教とビンタをされて頬を押さえているように見える写真もネット上には流れています。海藤さんにビンタを食らわせたスタッフは在日韓国人だという噂もあるようなのですが、真相は判明していません。この事件をきっかけに干されたと言われるようにまでなった海藤愛子さん、たまたまタイミングが重なっただけかもしれないのですが、この後に目覚ましのレギュラーを降りたこともこの噂を後押しすることになったようです。確かにテレビ出演は減ったように思えるのですが、出演が全くないのかというとそういったことはなく、変わらず活動されています。2021年5月14日に突発性難聴と診断されたことを公表、治療と療養に専念していたのですが、順調に回復したとのことで、同年7月18日より東京 FM の窓カフェでラジオから仕事を再開しています。9月11日からは BS11 競馬中継に復帰し、テレビの仕事も再開しています。番組内での発言がきっかけで干されたと噂されるようになり、めっきりテレビ番組の出演が減ってしまったと言われていた海藤愛子さん、現在はテレビやラジオでの仕事のほかにインスタグラムも頻繁に更新されているようです。また海藤さんは出演した番組で体調を崩して以来健康を意識するようになったと語っています。最近は筋トレに加えてミットに向かってパンチを繰り出すボクササイズを始めたそうです。たくさん歩くことを心がけているとのことで、散歩を日々のルーティンに取り入れているそうです。食事に関してはなるべく自炊を心がけていて、最近はおでんや一人用の鍋にどハマりしていると明かしています。たくさん食べてしまった次の日は野菜やプロテイン中心の食事に切り替え、飲み物はなるべく温かい茶湯やお茶を取るようにし、体を冷やさないように気をつけているといいます。大好きなスナック菓子はナッツやドライフルーツ、または煮干しといった体に優しいものに変えようと実行中とも語っていました。いかがでしたか？最近はまたテレビやラジオでの活躍を見るようになってきた海藤愛子さん、これからも素敵に年を重ねてご活躍していただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。